シェムリアップはカンボジア北西部のシェムリアップ州の州都。2018年の人口は139,458人で同国5位。シェムリアップ州ではカンボジア国内でも人口が集中し増加の著しい地域の一つである。面積は1299平方キロメートルは国土の5.7%を占め、州の人口密度は87人平方キロメートルで 全国平均の75人平方キロメートルよりもやや高い。しかし、都市的地域を少し離れると広く農村が広がっており、2013年時点の州内の農地面積は233,618ヘクタールで、バタンバン州に次いで広く、カンボジアの国全体のおよそ7.6%を占めている。 アンコールワット、アンコールトムなどを含むアンコール遺跡群の観光拠点となっている。日本ではシエムレアプとも表記される。1886年のカンボジア、シェムリアップ周辺はシャムの統治下に置かれていたアンコールワットシェムリアップ一帯は何世紀もの間シャムの領土かその王権の属国であった。シエムリアップは直訳すればシャム人敗戦の地であるが、 これは17世紀にクメール人がシャムのアユタヤ王朝の軍隊に勝利したことにちなむ。帝国主義時代にフランスは東南アジアの広大な領域を植民地化した。カンボジアの他にラオスもベトナムもこのフランス領インドシナに属した。1907年3月25日の条約でシェムリアップ、バッタンバン及びシソポンも植民地政府に属した。 太平洋戦争中は、対フランス領インドシナ紛争と、それを集結させた東京条約により、一時期タの領土となったが、戦後は、フランス領に復帰した。しかし1949年から1953年に、かけ、カンボジア王国が成立すると、その領域となった。1975年から始まった、クメールルージュ支配の時代には、全国の都市から連行された人々が、 畑での重労働に従事させられた。これらの人々は1979年1月にベトナム軍が侵攻してクメールルージュに勝利した後地元に帰還できたがクメールルージュは1990年代の初めまで森に逃げ込んで抵抗を続けた。住民は長年の間バリケードを築いて中心街を守らなければならなかった。 シェムリアップやアンタック平和維持部隊に対する最後の攻撃は1993年に起こった。政府が外国人観光客の入国を認めるようになると多くの観光客がシェムリアップをアンコール遺跡群への拠点として利用したため安定した収入源が加わった。こうして20世紀の初頭に建てられたホテルが次々に再び営業を始めた。 2000年代に入っても、シェムリアップは観光の拠点都市として発展し続けており、様々な種類のレストランに加えて、5つ、母子高級ホテルから5ベドルの安宿まで、あらゆる価格帯のホテルやゲストハウスが営業している。現在、プノンペンと同様に建設ラッシュの状態にあり、国立の巨大な博物館やコンサートホール、観光客向けの病院なども建設されている。 シェムリアップ川沿いの生活路シェムリアップ、市街図東南アジア最大の湖であり、世界でも有数の多様な魚類が生息するトンレサップ湖の約1 0トル北東にあり、アンコールワットの6キロメートル南である。シェムリアップ川の両岸に広がる市街地には6万人の住民がいる。カンボジアの他の多くの町と同じく、いくつものワットの周りに発展した村がひとまとまりに、 なって発展してできた町である。町の中心にはオールドマーケットがあり、その周りをフランス植民地風の民家が取り囲んでいる。観光客で賑わうパブストリート今なお国内産業の中心は農林水産業にあるものの、加えて観光業に重点を置いた産業が活発化している。カンボジアで最もよく知られる観光資源の一つにシェムリアップ州に存在する。 アンコールワットが挙げられるが、シェムリアップ州では、アンコールワットのほか、クメール王朝の遺跡群が多数存在するため、周辺地域の観光業は、ますますの発展を見せている。このように、シェムリアップの市街地や、遺跡等の観光地周辺には観光関連産業の集中から、農林水産業を従事してきた、地域住民にも観光関連産業への転換の動きも見られる。 トンレサップ湖周辺では、伝統的に住民は水田での米作と漁業を生活の基盤とし、最も重要な収入源にしてきた。シェムリアップ州全体で見ても、小規模経営の農家が多く、米を中心とした作物栽培のほか、家畜の使用も多い。2013年時点では、使用等数で比較すると、豚が6位、牛が5位、鶏が5位。 アヒルが4位などとなっている。クメールルージュはアンコール遺跡群集兵を最後の拠点として抵抗を続けたが相次ぐ投降を受けてポルポトが孫戦を処刑し、ついでポルポトが死亡すると本格的な地雷撤去作業が始められ、シェムリアップは観光都市としての復活を始めた。1990年代に一連のプロセスが進行し、 カンボジア国内の政治情勢も安定して、シェムリアップも平和で国内でも比較的に繁栄するようになった。シェムリアップの繁栄は観光業に追うところが大きい。市街中心部には日本の NGO が設立した小児病院があり、北東部にもジャヤバルマン七世小児科病院がある。同院はスイスの医師ビートリヒナーがスイスとフランスを中心に、 集めた寄付で設立したものであり、子供たちに無料で医療を提供している。彼はビートチェロという名前で毎週土曜日定期的にチェロのコンサートを開き、演奏を披露するとともに、児童の衛生について講演をしている。トンレサップコシェムリアップ州を含め、カンボジアでは観光業の積極的な拡大と推進に力を入れている。 2016年の1年間にカンボジアを訪れた外国人は501万1712人となり、前年と比較しても5.0%の増加となった。また、カンボジアを訪れる外国人の約88%は観光主目的としており、こうした外国人観光客によりもたらされた収益は2016年時点で32億1200万ドルに上るとの報告があるが、 この数字はカンボジアの国内総生産のおよそ16%に当たる。カンボジアでも特にシェムリアップ州への外国人訪問客は多い。シェムリアップ州の郊外に位置するシェムリアップ国際空港からの入国者数は2016年時点で150万7039人となり空路による入国者数のうち55.7%を占めている。さらに、 外国人旅行者のうちおよそ44%がアンコールワットなどの様々な遺跡が点在するシェムリアップ州への訪問を行っており、シェムリアップ州はカンボジアにおける最大の観光地域となっている。シェムリアップ川沿いにあるオールドマーケットには観光客向けの店が多数立ち並び、特産の木の織物や工芸品が玉石混交で売られている。中には 地元産でないものもある。地元産にこだわり、かつ質の高いものを求めるのであれば、オールドマーケットを囲むように立ち並ぶセントゥル、ダンコールやアルチザンダンコールなどといったヨーロッパ資本の店がある。しかし、価格はかなり高い。東側にはプサールーがあり、観光客もそれなりに訪れるが、むしろ地元民の生活用品が中心であり、 観光客向けの商品は少ない。夜間の治安は良いとは言い難く、徒歩での移動は、ごく短距離を除いて避けた方が良い。信用できる、バイクタクシーやトゥクトゥクを利用した方が安全である。シェムリアップサイコの寺院の一つは、ワットボであるが、その壁には、ブッダの生涯を表現する壁画が描かれている。ワットセメイには、クメールルージュの犠牲者の遺骨を収め、 記憶に留めるために建てられたストーパがある。シュトプノンペンのものよりは、敷地面積、規模ともに小さいが、こちらもキリングフィールドとして、ポルポと政権下でのジェノサイドを学ぶため多くの外国人観光客が訪れる。クメールルージュ体制と内戦の恐怖を記憶する、もう一つの場所が、シェムリアップからアンコールへ向かう途中にある、地雷博物館である。 道館の展示と管理を担当しているのが、アキラーであり、彼はかつて、クメールルージュと戦うべく、ベトナム軍に13年間にわたって所属し、戦時中は地雷除去を担当していた。道博物館には、アキラー氏が自分で除去し、新館を抜いた地雷が、数多く展示されている。トンレサップの湖岸に沿って、市中で支えられた建物だけでなく、 屋形船でも生活する村がいくつもあって、よく、泳ぐ村と呼ばれている。例年水位が上昇する時期には、村中層でで引っ越しをして、漁業で生計を立てるのである。また、トンレサップやその周辺の湖水に浸る地域は、魚が豊富で様々な種類の鳥が集まってくる。ことから、プリンケイトール町保護区が設定されている。カンボジアの美術や、工芸や芸能などは、 芸術家がクメールルージュの殺人の犠牲者になってしまったため、ほとんど完全に破壊されてしまった。シェムリアップでは平和な市民社会の再建に伴い、各種の研究団体や芸術家グループが結成され、こうした技芸を復興させている。カンボジア古典舞踊はユネスコの世界無形文化遺産に登録されている。カンボジアの舞踏には古来より宮廷の儀式で舞われた。 王宮古典舞踏と庶民に受け継がれた民族舞踏の二つの流れがある。カンボジアの宮廷古典舞踏は、アンコール時代、王や神々への祈りのためにもあれ、以来王宮で大切に保護されていたが、クメールルージュの弾圧の対象となり、9割の舞踏家や学士の命が失われ一時滅亡の危機に陥る。しかし、1980年、王室や生き残った、 舞踏家たちにより、王立芸術大学が再開し、古典舞踏も蘇る。古典舞踏の代表的な演目に、アプサラダンスがあり、カンボジア舞踏を、通称アプサラダンスと呼ぶこともある。アプサラの語源は、アプサラスという古代インド神話に登場する天女で、天の踊り子、または、クメール王からの神への最高使者を意味する。世界遺産アンコールワットの壁画の浮き彫りにも、 アップサラの舞の様子が無数に刻まれている。カンボジア舞踏では、スコー、トム、スコートチ、サンポー、コーントチ、ロニアットアイク、ターケー系などの楽器が使われる。カンボジアでは、特に西部で、インドネシアの有名なワヤンクリと同様の影絵芝居が行われている。シェムリアップでは、例えばクラウザーセミーファンデーションの子供たちが、毎週1回、ホテルラノリアのレストランで上演している。 現代的な話題を紹介したり盛り上げたりする目的で登場人物やストーリーが追加されることもある。例えば団結とか敬老の心とか児童用語とかエイズ撲滅といった具合である。伝統楽器によるカンボジア音楽も聴くことができる。影人形は地元のハウス・オブ・ピース・アソシエーションがその他のものと共に製造している。シェムリアップ国際空港。 ありがとうございます。